ハンガリーの国会議事堂国会議事堂は、ハンガリーの立法府である国民議会の議事堂、首都ブダペストのドナウがきしべ、骨州と広場に位置する、1867年、ハプスブルク帝国の支配下にあったハンガリー王国は、アウスグライヒにより、オーストリアハンガリー帝国となり、オーストリアから自治を獲得した。ハンガリー王国政府は、 1873年ブダとオーブダ、ペシトの3地区を合併して、ブダペスト市を作り、国こ王こ首都と定める。7年後の1880年に、国民議会は国の独立を示す。新しくて国を代表するような国会議事堂の建設を決議。コンペティションが交付され、シュタインドル・イムレに任されることとなった。他2人の案も採用され、それぞれ民族博物館と、 農業博物館の建設を任された。1885年に建設が始まり、1896年には建国1000年祭が開始され、1904年に完成。シュタインドルは完成を見ることなく、1902年に亡くなっている。国会議事堂の建設にはおよそ1000人が従事し、4000万個のレンガ、50万の宝石と4 0ラムの金が使われた。 第二次世界大戦後の共産主義体制から民主化した1989年10月23日、この国会議事堂で国号をハンガリー人民共和国からハンガリー共和国へ解消することが宣言された。ウェストミンスター宮殿同様、ゴシックリバイバル建築である。左右対称のファサード、そして中央にドームがある。建物庁268メートル。 建物幅123メートル。内部には、銃の中には、13の乗客兼貨物用、エレベーター、27の門、29の階段室、691の部屋がある。建物高は96メートルと、聖衣とバンダイ聖堂と共に、ブダペストで最も高い建物である。この96という数字は1896年の、 建国1000年目を、そしてアールパード長所代の君主アールパードのパンノニア征服の年896年にもちなんでいる。内外の壁には全部で242体の彫刻が施されている。ファサードの上部には歴代のハンガリー統治者、トランシルバニアの統治者、および有名な軍人たちの彫像がある。窓の上部には王公貴族の紋章が描かれている。 正面玄関は東側にある階段で2頭のライオンの像が並んでいる。ハンガリー王が代々受け継いできた聖衣首都バーンの王冠と宝珠や宝剣、王美尺などの大冠式用の品がこの議事堂内で保管展示されている。議会が開かれていない日に限り、専門ガイドによる見学ツアーで議事堂内の見学ができる。見学ツアーに参加した観光客は、 豪奢な装飾が施された大階段を上り、天井に描かれたフレスコ画を仰ぎ、壁岸にあるシュタインドルイムレの胸像の前を通過する。ここには他に、アールパードやイシュトバーン一世、フニャディアーノ種の像もある。国会議事堂の中で最も有名なものの一つが十六角形の形をした議場であり、会員、上院など、たくさんの部屋へと隣接している。 ミクシャロートによるステンドグラスとガラスのモザイク絵もまた特徴の一つとして数えられている。あまりにも広大で繊細な手仕事で作られた建物のため常に建物のどこかで補修工事が行われている状態にある。ありがとうございます。